では今回は、未知なる惑星にて開拓していく、ロボプラントのデモ版をやってくぞ。画面を見ると、壮大な物語が始まりそうっつけど、何をしでかすんかのまあ、簡単に言っちゃあ、地球から離れた遠い惑星で、野菜やら果物を育てて、生き延びていく作品じゃ。ほうほう。それで、まずは何をするんじゃ？ふむ。まずは人手というか、ここではロボット手となるんじゃが、何にするにしても、作業員が必要やから、雇っておく必要があるの。いろんな職業の方がいるんすね。そしたら、今度は、食物を作るための部屋を設置するんじゃが、何を育てるかによって、環境が違うもんやから、温度や湿度といった野郎を変更できる設備も、整えとく必要があるんじゃ。なるほどのそんで、しばらくすると、先ほど雇った社畜さんが到着するんでの。おう。設備を具現化してもらい、使用できるようにするんじゃ。なんだか、ビーム砲みたいのを撃ってますねあとは、種から苗木を育てることができる種まき機で、肥料やら何やらをぶち込むんじゃ。温度や湿度の管理も忘れんようにせんとのおお、しっかりやっとるようじゃの文句も言わず頑張ってるっつねってなわけで、基本的な流れは、種まき機で種から苗木を作り、プランターで、苗木から出荷できるようになるまで育て、最後に、梱包機械で箱詰めして出荷といった流れじゃ。こうやって見ると強？思ってたよりも簡単な流れなんで、わかりやすくていいっつねー。一応、当たり前のことじゃが、電力や水、さらには種などの材料は使えばなくなってくる境、定期的に購入しつつも、出荷段階になっただけでは利益が出んから、取引先に売るなどして稼ぐんじゃ。ほうほう。うまいことできておるのそいでんな。どうしたんじゃ？ロボットといえど休息が必要さかい。充電器や自販機、さらにはゲーム機を置くことによって、安息の地を与えることができるのじゃ。まあ、健康あってこその、ものづくりっつからねー。